皆さんこんにちは、寝起きのケルです、今日はですね、今僕の後ろにありますバギークロス、こちらを紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、ということで紹介していきたいと思います。とりあえずバギークロスですね、よく走っている動画はあると思うんですけど、各部分に、細かく見ているような動画は少ないと思いますので、今回紹介していきたいと思います。まず取説ですね、最初のページから開くとこんな感じ、付属品とかいろいろ書いてありますね、サイズ、はい、よろしいでしょうか。で次にめくりますと、各部分の紹介ですね。組み立て方法、こういうふうに載ってます。はい、まあこれはよく見ていただいて、読んでいただいて、あとは注意事項ですね。はい、お子様、お孫様に、プレゼントとか考えていらっしゃる方は、これはもう読んで聞かせることはですね、大人の方の責任となりますので、事故のないようにルールを守って楽しくということで、ここは、買ってすぐそのまま与えるのではなくて、一緒に見て読んでいただければいいんじゃないかなと思います。で最後の方にですね、ちょっと大事なことがこんな感じで、5キロから15キロ範囲でということと、体重、まあ、100キロを超える方はなかなかいらっしゃらないのかもしれないんですけど、ここら辺注意していただいて、はい、まあこんな感じでしっかり読んでいただければと思います。はい、取説とりあえずここまでですね。で本体移ります。ちょっとパーツがバラバラしてるんですけど、各部分からグリップからですね、グリップ何も変えてない状態で、これがオリジナルのものですね。はい、ちょっとごめんなさい、iPhone の 5S なんでブレが多少ありますけど、ご了承ください。でバギークロス、これどこが入った、なんていうんですか、カバーですね。これ他のものにカスタムしてもかっこいいかもしれませんね。でこちらも同じカバーがついてます。はい、ハンドル周りで、そのまま下へ、タイヤ、こちらのタイヤはオンロードになってます。これは僕はもう変えちゃったんですけど、買ってすぐの時はこちら、ちょっとボコボコしてますね。ブロックタイヤみたいな感じ。はい、オフロード用のタイヤが最初はついてます。はい、でこちらは僕はね、オフロード走らないんで、とりあえず道路アスファルト面だけかなと思いまして、オンロード用のタイヤを買いました。まあオフロード用で走っても問題はないんですけど、スピードが出づらいので、一回キックするために進む距離もなかなか少ないんじゃないかなと思いまして、オンロード用のタイヤに変えました。で、次に足を乗せるボードですね。これも自分で、これは自作しましたね。はい。もともとのボードが、ボードっていうか、デッキっていうのかな？こちらの方です。はい。こんな感じ。で、広さがですね、ちょっと安定しないような広さかなと思いまして、もともとのボードを乗せると、この大きさです。左右に2センチくらい広く、取って加工した板っていうんですかね、これプラスチック製のちょっと太めの板なんですけど、はい、その上に、スケートボード用のデッキテープ、このザラザラして滑り止めになってるようなデッキテープを貼って、滑らないように加工して、でまあ後ろのこのフラップっていうんですかね、ここら辺はちょっと加工し忘れてたんで、これはもう両面テープでベタッとくっつけただけなんで、すぐ取れると思います。はい。もともとの大きさは、まあ、これなので。そうですね。大人の方の、
26.5、27センチぐらい、片方足が置けるぐらいですかね。はい、こんな感じです。で、スタンド、こちらがよくね、皆さん壊れちゃったとか最初からうまく機能しないとかいう方がいらっしゃるんですけど、僕はそんなことはなかったですね。ただちょっと華奢な作りな感じはします。はい、ここら辺走る前に必ずスタンドを畳んでいただいて、このまま走ってしまうと、もしかしたらすぐ壊れちゃうかもしれないですね。はい、で次、後輪、こんな感じですね。ブレーキ、とりあえず僕買ったのはだいぶ前なんですけど、ちょっとね、乗る機会がなかったんで、今完全にインテリア化されてますけど、はい、近々乗ってみたいと思います。はい、でタイヤ自体は有名なタイヤメーカーらしく、はい、作りはかなりいいという評判です。もちろん最初からついてるタイヤもこういう、なんて言うんですかね、剣だって言うんでしょうか。はい、なんかいいメーカーらしいですね。はい、こんな感じなので、とりあえず興味のある方は買って乗ってみてはいかがでしょうか。はい、まあキックスクーターとか以前流行ったようなああいうのとは違って、こういう感じだって大人の方が乗ってもまあおかしくないんじゃないかなっていう感覚は受けますね。はい、あと道路の側溝の溝とかによくはまってる方がいらっしゃったんですけど、こちらの方はタイヤはねかなり太めなので、こんな感じですね、こんな感じで太めなので、そこそこ、そんなはまる方はいらっしゃらないと思うんですけど、まあ乗りやすさの面では、キックスクーターとか比べるとだいぶいいです。はい、で華奢な感じもしないので、アウトドアとかね、ああいうのに車に積んで持ち込んで走っていただくと、行楽地とかでちょっとどっか散策するのに使ってみたらいかがでしょうか。ということで今回、バギークロス紹介いたしました。はい、ご視聴ありがとうございました。